2023年10月26日、現地時間、パリゴリンアジア2次予選を戦うなでしこジャパンがインド女子代表に7対0と勝利。1点しか奪えなかった前半はもやもやする展開だったが、後半に怒涛のゴールラッシュを披露した。フォト、ウィーリーグカップ初優勝、追加招集、なでしこジャパンで活躍誓う、中島よしのを特集。 キャプテンの熊谷をアンカーに置く433システムでスタートさせたなでしこジャパンは前半、5バックをしくインドを相手に苦戦。立ち上がりからボールの支配率を高め、17分に中島のシュートで先制しながらも、攻撃になかなかリズムが生まれなかった。インサイドハーフの長谷川と杉田に良い形で縦パスが入らず、大外からの攻めが増えたせいで敵の守備もを突破できなかった印象があった。 熊谷がボールを持った時の判断があまり早くなく、それが攻撃を停滞させる一因になったとも言える。人数をかけて、引いて守る相手を崩すのは決して簡単ではないが、それにしてもこの日の前半のなでしこジャパンは仕掛けや崩しの局面で工夫がないように見えた。それが後半、なでしこジャパンはまるで生まれ変わったかのように躍動する。何よりの変化は、縦パスの意識とクロスの質だろう。 高い位置でパスを受けられるようになった両インサイドハーフに良いタイミングでボールが入るようになりさらにサイドからゴール前に早くて低めのクロスが蹴り込まれるようになったおかげで攻撃に厚みが出たように映った。特筆すべきは6点目と7点目の崩しだ。いわゆるポケット、ニアゾーンに侵入してそこからのクロス、至近距離からのシュートで奪ったゴールは敵からすれば止めるのは困難。 いずれも美しく、完璧に近い得点だったと言えるだろう。共にドリブルとパスが得意な中島と遠藤の左サイドは、インドからしたら、地獄、だったに違いない。ボールを奪おうと突っ込めばかわされ、リレーすれば好き放題やられる。また、熊谷に代わってアンカーを後半途中から任された長野のゲームメイクも素晴らしかった。無駄にボールをキープせず、テンポよくパスを出す。 簡単なようでそうではないプレーをたやすくこなし、チームにリズムをもたらした点で勝利の盾役者と言えるだろう。2ゴール2アシストの中島の活躍が目立ったが、個人的には長野のゲームメイクが最も印象的だった。引いた相手との戦いが続くだろう二次予選は、熊谷よりも長野をスタメンで使った方がテンポの良いアタックを仕掛けられるかもしれない。